高校天皇は日本の第58代天皇、忌み名は時康。人形天皇の第三王子。母は藤原不殺儀ぎの娘、造皇后号騒子。幼少より太皇太后、橘花の勝子の長愛を受ける。843年、父人明天皇の御前で元服して、新王となり四品に除せられる。以後、中塚佐教、四季部教、 相撲氏別等太宰卒、日立大主上野大主と、新郎が就任する官令となっている官職の、ほぼすべてを歴任し、882年、一品に、女性られ新郎の筆頭となった。陽勢天皇が、母方の叔父である、藤原元常によって配位された後、55歳で即位。藤原元常は、母方のいとこにあたる。つれずれ草には即位後も、 不遇だった頃を忘れないようかつて自分が炊事をして黒いすすがこびりついた部屋をそのままにしておいたという話があり、小事団にも似たような逸話がある。元常を関白として前代に引き続いて政務を委任した。その際、元常は陽性天皇の弟であり、やはり自身の老いである、京保神皇にいつか天皇を継がすであろうと親略し、即位と同時に、 すべての子児を親戚降下させ、子孫に好意を伝えない意向を表明していた。だが、元常は妹である高子と仲が悪く、その子である帝保新能を避けていたために、時代の天皇の候補者が確定していなかった。時期に病を得たため、任那3年8月25日に子即、源帝政を新能に服し、翌8月26日に立退しさせた。同日に、 天皇は五十八歳で崩御し、定政親王が戦争した。宮中行事の最高に勤めるとともに諸芸に優れた文化人でもあったとされる。和歌、和言などに秀出た、ともされ、官務天皇の先例に倣って、高刈りを復活させた。また、親王時代に相撲し別党を務めていた関係家、即位五相撲を奨励している。晩年は政治改革を施行するとともに、 新能時代の住居であったとされる歌院の近くに直眼寺創建を計画するも、いずれも実現を見ぬままに終わり、後を継いだ歌天皇の官票の地及び忍賀寺創建に継承されることになる。日本三大実録に天皇少なくして聡明、このみて敬書を読む。養子官が、県境かず順、自人官広、旧族を親えす。姓風流多く。 もっとも人事に長ずと評されている。兄弟には、文徳天皇、宗康神皇、佐康神皇、本皇神皇、玄太、玄皇がいる。また佐賀源氏の源の忠ししを養子としている。他皇妃、王女多数、皇后天皇の死後を立てつられた。関風死後を持つ古代最後の天皇であり、関風死後の法廷は、その後、 千年近く経った江戸末期の降格天皇による復興まで待つことになる。在位中の年号をもって、任那帝、また三両の名をもって小松帝とも呼ばれた。両は、宮内庁により、京都府京都市右京区歌の場場町にある後、田村両に事情されている。宮内庁上の形式は遠急。小松三両とも。江戸時代には、両の所在は全くの不明となっており、 明治期になり、京都市右京区歌野馬場町の原料の場所に定められた。ただし、規定にかくたる根拠があったわけではなく、仁那寺の西南にあたる現在の場所は、文献記録とも矛盾すると指摘されている。上記とは別に、京都府京都市右京区五室台内にある区内庁の五室両母山高地では、高校天皇が、悲壮候補者に想定されている。また皇居では、 高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。小倉百人一首に取られる。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。時安親王に関するカテゴリ。ありがとうございます。